はい、どうもこんにちは、ハンスケです。私はですね、今、鶴見駅の方に来ております。今回はですね、鶴見線に乗って、海芝浦の方に行きたいと思います。はい。で、お出かけ休日パスを持っているので、まあ、これで乗ることができますね。はい。ということで、鶴見駅のホームなんですけれども、ご覧の通り、一面二線のホームになっております。はい。一面二線じゃないか。二面二線か。でも反対側のホームはね、人がいないということで、実際に使用しているのは、片側一面だけですね。はい。そしてこの駅の放送もね、昔ながらの ATOS 放送じゃない時の放送でございます。まあ、相模線もね、これと同じ放送なんですよ。あとちょっと前の横浜線もね、これと同じ放送だったんですよね。はい。ということで、海芝浦行きの3両編成、鶴見線が来ました。はい。まあ、夕方、休日の夕方なんですけれども、人はそこそこ乗っております。はい。まあ、205系の1000番台かな？これは。1100番台だったかな？あんまり覚えてないんですけど、この車両もいつまでね、見られるかわからないですね。はい。まあ、特に噂は立ってないんですけどね。まあ。そしてね、まあ、山手線からの転属車で、その後改造されたこの209系1100番台なんですけれども、まあ、車内はね、前の山手線時代と同じになっておりますね。はい。まあ、昔ながらというか、やっぱり LED のね、案内板とかもついていないんで、やっぱ今だとどっか古めかしさを感じますね。はい。はい。ということで、列車は発車いたしました。この抵抗制御の音も今じゃ全く効かなくなりましたよね。今もうどこも 3VF インバーター制御でね、GTO-VVF ですらね、今じゃあんまり聞けないですから、まあ、とてもね、貴重でございます。そして、自動放送じゃなくて、この、車掌さんの肉声、あれ？運転手さんだけかな？あれ、ワンマンだっけ？確か、鶴見線は、運転手さんと車掌さん、どっちも乗ってたと思うんですけど、この肉声っていうのもね、なかなか、今じゃ聞けないですね。まあ、何気なく、車窓を撮っております。やっぱりこの夕暮れの車窓ってなんかいいですよね、雰囲気で出て。ちなみにね、一応この車両他にもあと1人か2人ぐらい乗ってました。多分みんな海芝浦に行く乗客の方々だと思われます。はい。こうして、鶴見線は東海道線や、京浜東北線の上を、またいで国道駅に向かうところです。で、国道駅も前行ったことがあるんですけれども、非常に特徴的な駅で、昔ながらの戦後間もない頃の、風景のままなんですよね。まあ、国道駅も今度、時間がありましたら、ちょっとね、そこもフラッと探索してみたいとは思います。非常になんかレトロチックな感じの駅なんですよ、国道駅って。はい。そして国道駅もね、まあ、1人か2人ほどいますね。本当にね、国道15号線の1号だったかな、1号か15号のそのまま上にあるんですよね。はい。で、こちらは、なんだろう、車両基地かな、車両基地ですね。鶴見線だけじゃなくて、南部支線の205系も一緒に留置されておりますね。はい。鶴見線はね、ゆっくり45キロ、確か最高速度が50キロか40キロぐらいだったんで、まあ、のんびりと、走っております。この辺はね、期間もあんまり、長くなくて、で、全部の駅が、鶴見線は確かね、横浜市にあるんですよね。あれ、川崎市もまたいでたかな。でも、全線が神奈川県にあるという、まあ、なかなか珍しい路線でございますね。はい。ということで、もう間もなく列車は多分、どこだろう？海芝浦かな？新芝浦ですね。はい。本当に新芝浦？浅野駅か。すみません。失礼いたしました。浅野駅でございます。ここでね、大川支線や扇町方面の列車と線路が分かれております。はい。
ということで、この辺は新芝浦を過ぎたあたりなんですけれども、もうこのあたりからね、もう目の前は京浜運河でございます。はい。非常にね、ロケーションの素晴らしい駅ということで、まあ、非常にね、その海、これから行く海芝浦駅も、非常に鉄道ファンに人気のある駅でございます。はい。だから、多分、それ目当てで乗っている人がね、まだこの新芝浦の時点で結構、乗っていましたので、おそらく全員、海芝浦目当てだと思われます。はい。まあ、鶴見線は過去にも乗ったことがあるんですけれども、まあ、最近はメディアに取り上げられたりね、つい最近してたので、まあ、それで結構やっぱり、来客者が増えたという感じですね。はい。利用者の方が増えるというのはね、鉄道会社にしてみれば非常にいいことなんですけれどもね。というか僕はこの海芝浦まで乗り放題切符でしか今まで来たことがなかったんですけれども、他のお客さんはどうやって生産してるんでしょうかね。スイカとかで普通に生産できましたっけ、海芝浦駅って。ちょっとあまり覚えてないんですけれども、さあ列車は間もなく海芝浦駅に着きます。はい。やっぱりこの海のすぐ横を走る路線っていうのはね、やっぱりなかなか珍しいんじゃないでしょうか。はい。鶴見線は他にも大川駅とあと扇町駅もあるんですけれども、まあ、いずれの駅もね、人が全然来ない、まあ、列車の本数が極端に少ない秘境駅となっておりますので、まあ、興味のある方はぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。ということで、まもなく列車は海芝浦駅に着きます。はい。海芝浦駅はね、なんだっけな、一面一線の駅でございます。はい。ということでね、鉄オタの方々であろう人たちが、大勢いらっしゃいますけれども、まあ、列車は海芝浦駅に着きました。この駅はですね、目の前が東芝の敷地になっておりまして、まあ、出入りすることができないんですよね。まあ、隣の新芝浦駅は東芝の敷地内を入りつつも、でも一応その法律的に、まあ、普通に歩くことができると。ただし撮影はしてはいけないと、そういう駅でしたね。はい。ということで海芝浦駅夕方に着きました。これ夕方なんですけれども、人はね多いですね。はい。で、これが海芝浦駅隣接の海芝公園でございます。はい。まあ向こうに見えますのがあれベイブリッジかな、ベイブリッジだと思われるんですけれども、まあ、ロケーションも非常に最高ですね。はい。まあ、首都圏の秘境駅ということで、列車の本数もこの時間だとね、何分だろう、20分に1本のペースで来るんで、30分かな、30、遅くてももう30分に1本のペースで、まあ、列車が来るので比較的ね割と来やすい場所だとは思います。ということで今回は、海芝浦駅の紹介でございました。昼とかだともっとね人がいるんで、来るんだったらやっぱり夕方とかね夜の方がいいと思います。はい。ということで私はこれからですね、新芝浦駅の方に向かいたいと思います。まあ、なぜ新芝浦駅の方に向かうかと言いますと、やはりね人がちょっと多くて、あまり秘境駅な感じがね出なかったんですよね。出ないというのもあれなんですけれども、確かに絶景なんですけれども、あまり人が多いところはあまり僕は好きではないので、これから隣の新芝浦駅に移動したいと思います。それではご視聴ありがとうございました。